第4水防犯によります大量水土濃厚戸部町水防犯愛媛大学ほか合同水防犯松山市自主防災組織第1水防犯兵庫市自主防災組織第1水防犯そこ気をつけてな、そこ最後水土濃厚新潟愛媛県自主防災協会によります B ブロック校ですそれではここでただいま実施しております各高校についてご説明いたします搬送の方、乗ってください海上水防高校は増水して水が低下するのを防ぐため古くからよく利用された高校です土のうだけを積み上げているよくねえよ、よくねえよ水温よくねえよ最後よくねえよその背面に土のうを積み上げているのが海上水防高校ですまた本日は水が使用できない場合に積み上げた土のうを水用の水槽で巻き込む大量水土濃厚新潟も実施しております水を打たない大量水土濃厚新潟は堤防現場のみならず舗装路面の被害地などでも活用でき災害時に一般の人も実施しやすい方法ですさあ頑張ってよ本日は水槽水防犯愛媛大学とか大量水防犯各市町防災組織水防犯、総理水防犯の7班が大量水土濃厚新潟を実施しております。大型クレーンを持ち込み実施しておりますのが、愛媛県水業協会の中心、水ブロック校です。この工法は堤防を越える水を見るためあらかじめ計画移築していたコンクリートブロックをマスタークレーンを使用して堤防上に並べる工法